さあゲート入りが終わってスタートしました。揃ったスタートを切っています。まずは先行争い、4番スティックス、最内1番ライオンボス、まずは出ていきます。さあ内にコースを取った4番スティックス先頭、その後ろ3番オールアットワンス、さらには8番マウンテン娘、その後ろに17番シンシティ先頭に変わるか、あとは15番のクリスティ、その後ろ12番ときめきがいっています。さらには11番アヌラーダプラ、そして18番レジェロ、そして13番のベントボーチェです。さあ内4頭外14頭と分かれました今年のアイビスタマーダッシュ、残り半分を切っています。さあ内外離れていますが、先頭4番スティックスか、1番ライオンボス、3番オールワットワンス、さらに外からは17番シンシティが接近する、18番レジェロ前に迫ってきた、そして16番ビリーバー横に広がったが、17番シンシティ、16番ビリーバー、ビリーバーが捉え切ってゴール。そして2着はどうか、17番シンシティか、5番ロードベイリーフか、そして4番のスティックス、3番オールワットワンスは遅れています。